池田松園5月13日から1917年12月1日は、明治から大正にかけての女性浮世絵師、日本画家。本名、池田由里子。夫も日本画家の池田てる方。1886年5月13日、東京、神田木島地町に、坂木原光一、綾子夫妻の長女として生まれる。下に一人の弟、三人の妹がいる。父一は、 旧岸和田藩士であったが、慶応義塾で、福沢諭吉に学び、彼の勧めにより、アメリカラトガース大学に留学して、鉄道を研究、日本鉄道に勤務した後、岩倉鉄道学校の幹事となった人物。母あや子は、実業家にして、歌人でもあった、真島冬道の娘で、若や書に優れていたほか、1876年、頃からは、国沢シンクロの主催する、 将棋動画塾に入門、国沢のほか本田近吉郎にも支持して、洋画を学んだ経験を持つ。夫妻は、六名館にも出入りしていた名士であった。1893年4月に、両国の高等小学校に入学。1895年には、一家が、麹町区富士見町に転居したため、富士見小学校3年に編入する。この校炉より、 草造子の絵を石版に描き写すなどして、画災を発揮し始める。1898年4月に女子学院に入学、当時解明的とされた教育を受けるが、1901年、学業の傍ら15歳で、日本画家、水野俊方の主催する、喜び祭画塾に入門する。松園の号は、上村松園に憧れるゆり子に、松園に負けぬ、美人画家になるようにと、 死年法が与えた。入門翌年の1902年頃に桜狩りを発表して、花壇デビューする。この頃より同門であった池建る方と創始相愛の間柄となり、学業を放棄する。1903年からは、同門であった株木清方が主催する研究グループ、宇合会に村岡大東がし、吉川玲からと共に参加して、さらに研鑽を積む。 同年、第9回絵画共振会で、積草が第10回の同会では、夕暮れが入選する。同年、死の立ち会いのもと、池田照方と婚約するも、その直後に照方は別の女性と失踪した。この出来事の顛末は、田口菊亭による連載記事、絵の具皿で、満潮方に報じられ、広く話題となった。は、悲しみのあまり、 しばらく作品制作から遠ざかったほどであったが、こうした経験がもたらした苦悩と、水野から学び受け継いだ浮世絵風の造形美が、独特の甘く、感傷的な作風へと昇華されたと言われ、3年間のブランクの後、1906年に美術圏正会に出品した我が鳩で、県ただし商品を受賞。橋本画法に実力を認められる。1907年、21歳で、 東京官業博覧会に花の影を出品して2等賞、同年秋に開催された第1回文部賞、美術展覧会では、物もおでで3等賞を受賞した。1908年の第2回文展には、やよいを出品して3等賞を受賞した。この年には、都年方が死去したため、翌1909年からは、出る方と共に、河合極道に支持し、 鈴木家村にも指導を受ける。こうした、県産のかやってか、この前後の数年間は、彼女の全作品の半分以上が集中して生み出され、完成度の高い力作も集中する充実期となった。同年観光の泉強化の柳箱の挿絵が知られており、同年の第3回、辰巳が書いては、木と、やはり同年の第3回文展に、縁の暇、1910年の 第四回転に、秋の調べ、冬の惑い、1915年の第九回転に、帰り時を出品して、それぞれ三等賞、1916年の第十回転では、小ぞの京で特選を受賞し、1912年の第六回転、第二課の、ひともしごろ、1914年の第八回転の中幕の後は、共に放場を受けた。 1910年の日英博覧会には、もみじ狩り、梅福の二曲一層屏風を出品した。1911年の第一回東京官業博覧会へ出品した夢の後では、朦朧派の影響のもと、人物の目元などにぼかしをかける叙情的な表現が用いられたが、これは伊藤新水、竹久夢二などの追随者を生んだ。この活躍により、 同様の動きを見せていた、京都の上村松園と共に、東の松園、西の松園、慶州画家の総壁、東西画壇の花とされたほか、後には大阪の島青園を加えて、三と三園と呼ばれたりもした。こうした一方で、泉京家の柳箱、白鷺の口絵を手掛け、徳田修正の誘惑、雑誌、女学世界、女官、少女世界、 少女画法などの差し絵もを描いた。荘園自身は、泉教科の文学の熱烈なファンでもあり、1908年には、彼を支持する、人々の集まり、教科会に参加、教科本人のほか、長谷川しぐれとの交友も盛んとなった。このほか、感激、放角などの愛好家としても知られた。1911年、放浪生活から戻った照方と結婚。 テルカタも昭園同様に文展で受賞を重ね、夫婦で屏風や送腹を合作したりもして、文展のおしどり画家と呼ばれた。1914年には、最高、第1回日本美術院展にテルカタのお夏とともに、お飯を出品しているが、これは二人のただ1回の院展出品となった。その頃には、国民的名詞として知られ、上流階級の夫人、霊城を多く、門弟としたほか、 大正天皇の前で絵を描いて見せたりもし、作品は高値で買い取られた一方、文展には多くの模倣作が溢れて、指揮者の品縮を買い、非生活での行動までもが人々の興味の対象となった。九百十六年の第十回文展での特選受賞は夫婦揃ってのものだったが、昌園はこの翌年九百十七年に結核に倒れ、夫、 てる方の献身的な看病も虚しく、やがて六幕縁を併発、同年十二月一日、三十一歳で死去した。犬飼武氏、当時の皇后宮大部、文部次官など生、官会の要人、高村幸運、株木清方、徳田修正、松岡永久ら多くの美術人、門邸、愛好家たちが参列する盛大な葬儀が営まれ、谷中墓地に埋葬された。法名は 最優人小園妙館大使。夫の照方も4年後の1921年に38歳で、没した。弟子に、北日千草、松本花し辻、ポールジャクレなど。なお、日本美術院100年史、第三巻上では4人姉妹の長女としている。この日いつでも真っ先に解約をつける博文館の大橋慎太郎氏が、解約済みの札を貼ったは、雨の後今度に三つ年し、 津屋さん、樋口富丸氏、帰り事、池田松園女子、下月15日、川崎乱行女子とあり、この他にも、幕内誠文も、集計算水に50円、早見賞金、葉桜に85円、伊藤昌派、制作の前に170円、高島新楓、で、料金に60円の値が付けられた、と報じられている。辞典類、ありがとうございます。